アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。北九州市出身河原田、兵庫県伊丹市出身聖也。河原田が26歳で180センチあります。23歳、172センチ。この見ての通りの作品の聖也。さあ関根さん、河原田は前回の戦いというのは本当に大きいですね。クラッシュでこちらも強打があります、里見ゆずきに勝ちましたよね。そうなんですよね、まあ、この階級でこの身長とリーチね、はい、まあいいですよ ね、これを、ね、外国人にも引け取らないですよね。そういう戦いっていうのはこれから見たいですよ ね。対してキレがあるといえば青いグローブの聖夜。空手ベース、気持ちが強い、蹴りもいい、フィジカルも強い。こちらは前回6月28日ヒロキ戦がありましたが敗れての再起戦。その前が K1 ジャパングループ5連勝でした。大阪大会3度目の出陣で初めての本戦、ともに初本戦詰めてくる。やっぱりこれだけ身長差がある選手がこう前で出られると圧力あるんですよね。まあ、これがまず最初の一手というのが河原田なんですよね。こうしてのっしのっしと上下左右に動いてからやっぱりこうちょっと距離は河原田の距離ですよね、遠いですよね。手やからと今もうすでにこの長身しなるような打撃、そして長距離砲、蹴りがある。そこを狙って右、なんか身長、あの右危ないですよ。いやこれ怖い、完全に打ち下ろしですからね。そうですね、聖夜も右を一つ返しました。聖夜がガードの隙間から相手をじーっと見合っています。その大きな瞳、左に回って左を伸ばしてというのが変わった。ナイスグラービーだね。ちょっとこれだけ身長あってこれだけ軽快に動かれるとやりにくいですよね、はい。本当に独特ですよね、こう浮き沈みして、あここは飛べます。右のストレート、聖夜のパンチ、聖夜が捉えた。聖夜は前からしかないですよね。これだけの身長差あるともうどんどん首から詰めていかないと、はい、分かっているというパンチの攻防、蹴らせずに拳の展開。あこれもそうです、相手下 下がらせると、はい、セイヤのペースですよね。そうですね、これもミドルキック、いじから破壊してやろうという攻撃です。やっぱ左ボディ、河原田が返す。今度はこの感じのローキックを少し出ますね。セイヤもここはガード、守りの直面、カード十分いきますね、攻めますね。これくらいは大きい選手、これだけ大きい選手ってあまりいないですよね。いや全く、K1 に敵が垂れて、さらに自分の戦いを押し通してという場面です。第1ラウンド残り間もなく30秒になろうとしています。でも一発もある、聖夜もそのパンチ、前蹴り突き放せるか。押し込んでいきたい。強豪勢ぞろいの K1 ライト級、さらに一ステージ上へという河原田のパンチ、いろいろなところから繰り出される。河原田はこう結構振り回すんで、聖夜は小さくまっすぐのパンチ打つといいですよね。違うかもしれないですね、やっぱりまっすぐの方が早く入る。さあここで第1ラウンド終了です。自らの動き確認するかのような河原田の表情がありますが、関根さんどうでしたか。河原田びっくりしましたね、あの以前よりもステップ速くなりましたね。そうですよね、いろいろ出入りありますよね。また以前も、まあ、ありはしましたけれども、なんかすごいスピード感が、なんか背高くて動けるんで、はい、往年のハーンズを思い出しました。ボクターのトミー・ヒットワン・ハーンズ、はい、重量級黄金時代ですよね、やりにくいですよね、こんだけ動かれたら。確かにそうですね、でも本当にそういうボクシングスタイルっていうのは雅人さん、まさに師匠であるアジアの代表からもっていうのは確実になるでしょうし ね。聖夜も動いた方がいいですよね。おおほほ、また違った軌道見せられるか、こちらの聖夜。
試合は中盤第2ラウンドです。 62.5 キロリミット、ミドルキックから赤いグローブ、白いスパッツの河原さん飛び込むところ、聖夜はハイキック、やっぱ前に出られると相当プレッシャー感じてると思いますよ。これは開始直後と同じ、まさとさん、聖夜に対して言葉あるとしたら何でしょう。まあ、とにかくコーナーに詰まっちゃいけないですね。あとは動きながらこう自分も動いて、はい、的を絞らせないことですよね。聖夜さん、まさに、失礼しました、まさとさん、はい、対世界っていうのはまさとさん大きな相手ばかりだったわけですよね。そうですね、やっぱり、やっぱりこう距離が大事になってきますよね。大きな選手とやるに、やるときは8センチ差、相手の方が遠いんで、はい、あとは打ち下ろしのパンチになるっていうのが、それは分かっているでしょう、しているでしょう。足払いのようなローキーでもこう、この圧で相当やりにくいと思いますね。あとスタミナ的に消耗しますよ、聖夜。疲れますね。これは K1 の旅に雅人さんに伺っていることなんですけれども、でも河原さん目尻切りましたね。バッティングかパンチか分かんないですけど、こういうところだいぶ近くなります。ブレイクを出したい、ブレイクの声、河原だ、右目のこれ眉尻かまぶたか、まぶた、飛び膝、飛び込んでくる。やっぱり河原だ、ちょっとなんていうんですかね、こうすごい振り回すんで、はい、そこをやっぱ聖夜小さく中から打っていかないと、はい、打っていけばパンチ当たると思います。まず蹴りから、この蹴りが得意な聖夜、あとはこうインローとかもいいと思いますね。ペイント河原を見せています。関根さん、展開変えたいんでしょうかね。河原も飛び膝、もう一発、蹴りはね、はい、意地が強いからね、なかなか押し切れないですよね。耐えて、こうやって動いてきます。ボディ打ち、拳を投げていくかのようにアッパーも面白い軌道で河原だ、右ミドルキック、もう一発頭から入ってくる、ここローキック近距離です。ここが突き放していきたい、体の高い方、ちょっと味は今週似てますね、ボクシングシリーズ、情報を上体揺らしながらいろんなフェイントを入れて、なるほど、確かにあの右ストレートなんてなかなか背負いないですよね。だってやりにくいと思いますよ、これ飛び上がってのカエル飛びなんていうのもありましたよね。今それを聖夜がどう見切るのか、こうやって外からのパンチ、この展開の中第2ラウンド終了です。さあ、雅人さんに伺いましょう。カメラは聖夜を捉えています。こちらから上げていただきましょうか。まあ、ちょっとやりにくいなと思っていると思いますね。苦しい相手があれだけ大きな選手が前に出てこられると、やっぱりそんななった時に聖夜もやっぱり前に出るか動きながら、でも前に出た方がいいと思うんですよね。やっぱり前に出てこれ勝負しないと向こうのペースに見栄えが良くないですよね。はい、体は今のままどんどん前に出ていくといいと思いますよね。ただ大振りなんで一発こう小さなパンチが入れるペアが入れることができれば、はい、まだ形勢変わってきますよね。チャンスはあるんですよ。はい、川田がどんどんこう振り子を振るように前に出てくるじゃないですか。はいはい、あれはどうしたらいいんですか。いや、もうそれも背は前に出なきゃダメですよね。で、まっすぐのストレートのパンチですよね。はい、ジャブとか右ストレート、フック系というよりは、はい、もう同時ぐらいの。そうですね。いや、お互いにやりと笑いました。K1 大阪。はい、体を前に出さないような感じがいいですよね。下がらせる。今来ますね。来ますね。来るんですが。ミドルキック、黒いスパッツの河原だ。聖夜からすると顔が遠いですよ、パンチが届かない、思った以上に、うん、遠いなって感じですよ。だからこう、そうなるとパンチも出せなくなるんですよね。苦しい、出しても当たんないだろうなって思って、の面でも袋小路に、だからもうちょい前に出る、前に出なきゃダメなんです、飛び膝、でもそれをさせないともう一発、ミサイル級の一撃、何発も繰り出すのが河原だ。赤いグローブ、ちょっと足引きずった、大丈夫か、ブレイクします。河原はもうアウトボクシングしないですね、ガンガン来ますね。大きいモーションで
こうやってですね、関根さん一定のリズムあるんですよね。こう川原さんが右ストレート打つときに足払いのような感じで左の引力を蹴るとバランス崩してくるんですけど、そうすると右ストレート打ちにくい。しっかり行きましょう。左で左の引力ですね。川原さんの右に足その瞬間は左足に体重すごい乗ってるんで足払いみたいに転ぶんですよ。確かに見ていると本当に重心乗ってるんですよ。そうです。リズムが一定なだけに終始そうなんですよね。ナイスナイスナイス。そこを引っ張るか。これは膝の下のあたり。残り時間1分半を切りました。ではどうでしょう、マサトさん、河原田の方も何か新しいことをすべきか、このままでいいか。このままでいいと思うんですけど、聖夜からしても多分そんなにパンチは重いパンチだなとは思ってないと思うんですよ。ただやりにくいっていう、そんな効かないんだけどなと思ってると思います。残り1分、ストレスも、ストレス溜まってくると思いますね。ただ遠いな、顔が遠い、遠いですね。関根さんもずっとそうですね。よく動きますね。ブレイク、注意も止まっているようです。ただいま、はい、ホールディング聖夜に冒頭注意が与えられました。ミドルキック、ハイキックには右のストレート、これはノーダウン、ダウンではありません。新たな場面切り開いていけるか。11月の九州福岡地元の K1 へと河原田大きくアピールしなければいけない。それに対しては伊丹市出身、聖夜もこう前にどん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 出ないと下がってならないですよ。行きたいですね。下がったらパンチ当たらないですから。もう時間がない。そしてあくまでもコンパクトに強くと聖夜打てるか出せるか、思いは深いはず。ここで試合終了です。判定に入ります。3ラウンド終了、延長1ラウンドは用意されていますが、ここで本戦の判定発表です。関根さん、いかがでしたか。はい、まあなんか翻弄したって感じですよね、体がね。まあずっとあの動きですよね。大きく拳、そして足を振ってくるコンパスのように、両者中央にやってまいります。これで河原田に本当に一発のパンチがついてきたらものすごく強いですよ。まあ、対世界っていうのは期待されますもんね。まだね、一発のパワーがないんであれですけど。お待たせしました、判定結果をお知らせします。さあ、ジャッジはどう見るか。ジャッジ豊永30対29、赤河原田、赤河原田30対29、ジャッジ水谷30対29、赤河原田、勝ったのは河原田修司。30対29、赤河原田、三者30対29、判定3対0をもちまして三者勝者赤河原田、河原田修司。まず勝つこと、そして大きなアピールをと語っていた11月福岡の K1 に向けて河原田修司です。さあ、振り返って改めてマサトさん、いろいろ伺いたいと思います。やっぱりこう河原田の身長の高さが高い、河原田がこう体を動かしながら止まらずにこうプレッシャーをかけたことが大きかったですよね。やっぱり大きな選手に前に出られると疲れるんですよね。でここからまだパワーがついてくると怖い選手になると思います。この選手パワートレーニング何ありますか。まあね、まあ、ウェイトトレーニングもそうですけど、まあ、強く打つっていうことをね、意識しながら打っていくとパワーがついていくと思うんですよね。ここぞという時の一打、やっぱり本当に大事ですね。関根さんにも伺いましょう。サトリ戦に続いて3連勝となりましたね、これが。やっぱりマサトさんが言ったようにね、上半身ですよね。だからこうふにゃふにゃ上下してる感じですけども、こう仕留めるときはこう止まってパンっていうね、一瞬でこうパンっていうのをこれから身につけてほしいですね。そうですね。そしたら世界に通用しますよ。期待しましょう、河原田修司。
ありがとうございます。